ロサンゼルスではシリコンバレーなど西海岸を拠点とする IT 企業も担当しているんですが、その中の一つがこちら、 Google です。この Google は今年25周年、そのルーツを去年探してきましたので、こちらをご覧ください。去年私が訪れたのはカリフォルニア州メロンパークの郊外。ここからちょっと驚きの場所へ皆さんをちょっとお連れしたいと思います。普通のあのお家が並んでるエリアなんですけど、その中の一角にこの白い家があります。これ実はですね、 Google の創業者たちがここに集まって起業したんですね。これが Google の始まりの場所です。創業者の二人が出会ったのは1995年。それは運命的でした。スタンフォード大学の大学院への進学を考えていたラリー・ペイジ氏を案内した学生がセルゲイ・ブリン氏です。2人は検索エンジンの開発に明け暮れ、1998年に投資家から10万ドルの費用を調達。この投資をきっかけに、このガレージをオフィスとして借りて Google が創業したのです。ガレージの隣に暮らしている人は時代が変わるのを感じていました。The hint that they were going to be big actually came very early. One day I was wearing a Google T-shirt at church, and all the junior high kids and younger all knew Google. The adults have no clue, no idea, right? But the kids knew. That was my first sign. I said, "This is going to be huge." そして Google は瞬く間に世界で検索エンジンで9割のシェアがあるとされる巨大企業へと成長したのです。アメリカの西海岸には大きな夢を抱く若者と投資家たちが集い、世界の景色を一変させていきます。こちら見渡す限りの絶景なんですが、それだけじゃなく実は足元もガラスで抜けているんです。中国浙江省の秘境深仙峡。そびえ立つ絶景の先に展望台は作られています。強化ガラスの下には落差数百メートルの谷が広がり、落ちないとは分かっていても下を見ることができない人も。しかし慣れてくると、ご覧のように空中散歩のような感覚を楽しむことができます。大自然と現代の技術が織りなす新感覚の絶景を皆さんも体験してみてください。